本日被疑者2名を逮捕しまししままたたので発表いたします被疑者 A は札幌市厚別区厚別南2丁目職業不詳田村ルナ29歳逮捕罪名は死体損壊死体領得死体遺棄罪となります被疑者 B は札幌市厚別区厚別南2丁目医師 田村治59歳、えー、逮捕事実の概要ですが、被疑者両名は共謀の上令和5年7月1日深夜から翌2日未明にかけ、札幌市中央区に所在するホテルの一室において、刃物用の凶器を用いて、被害者の頸部を切断した上離断した頭部を両得し、負傷の場所まで運搬したというものでございます。 死体損壊や死体遺棄などの疑いで逮捕されたのは札幌市厚別区の田村瑠奈容疑者29歳と父親の田村修容疑者59歳です瑠奈容疑者らは今月1日深夜から2日未明にかけ札幌市中央区すすきのにあるホテル客室で恵庭市に住む62歳の男性の首を切断し頭部を持ち去ったなどの疑いが持たれています 警察によりますと、男性の頭部は現在捜索中だということです。ブルーシートが貼られた家の中に捜査員が入っていきます。被害者の男性とルナ容疑者は知人だということですが、おさむ容疑者との関係は判明していないということです。